私の名はキロヨシカゲ。今日はご覧のようなリップシンクアニメーションを作っていくよ。これさえあれば考察や実況といった幅広いタイプの動画の撮影もできるようになるからね。今後そういった動画を作りたい人のためにも参考になれば幸いだよ。さて今回使っていくのはこちらの2つのツールだ。文献によればいわゆるゆっくり茶番劇を制作するための専用のツールなんてのもあるらしいが、特定の条件下では利用に金がかかるらしい。そこで今回は日頃使っているアドビ製品だけで作っていくことに決めたよ。他のツールでの作り方を調べる場合はリップシンクアニメーションで検索をかければほとんど希望通り完成するはずさ。それじゃあ早速作っていこうか。
私の名はキロヨシカゲ。私の名はキロヨシカゲ。さてどうだったかな。アドビアニメートというソフトは私自身これが初めてだったが、ピッチャーフライ撮るみたいに簡単に制作できた。そんなに単純じゃ他のアニメーションにも手が出せそうだぞ。これからはこちらの姿も使いながら新しい動画のジャンルにも挑んでいこうか。それじゃあ何のトラブルもなく君がイラストを動かせることを願っているよ。